はい、皆様いらっしゃいませ。こんばんは、スシローカンナでございます。それではデジモンストリーサイバースルース続きからやっていきましょう。前回でですね、コントローラー切れてた、通信。コントローラー接続切れてた、ごめんなさい。前回で、チャプター7が終わったのかな？ 7 だったよね。東京じゃない、ごめん。オタクからメダルを取り返したとこまでは覚えてる。あれ？ オタクからメダルを取り返して、別件でもう一件仕事をはしごさせられたとこまでは覚えてますね。最強のゲーマーと自宅警備員っていう依頼が来てる。で、メインストーリー進めたかったら新宿に行けということですが、今回もですね、また、サブイベント回収に行きましょう。自宅警備員行きましょう。何だったっけ？前回最後。最後何だったっけ？思い出せないな。ごめん。あなた、依頼を受けて、引き受けてくれた探偵さんね。よろしくお願いします。はい、こちらこそ、奥さん。息子の直哉、高校1年生になるんですけど、家に引きこもって学校に行ってないんです。その理由を聞こうにも話してくれなくて、思春期だね。多分、学校で嫌なことあったんじゃない？最近はずっとインターネットのチャットスペースにハマってるみたいなんです。抜け出せなくなっちゃったタイプか？知り合ったアテナという女性と、ナオヤがすごく親しい見てて、ほう、お母さんとしては心配だ、それは。なんでそこまで知ってるんですか？ なんでそこまで知ってるんですか？いや、ごめん、声ガラってんな。ご飯をお部屋に持っていくとき、いつもチャットの画面に女性が映ってるのが見えるんです。思春期だね、本当に。でも本当に相手が女性かどうかもわからんよね、インターネットって。ほら、ネット世界じゃ相手の名前も性別も年齢だってわからないでしょ？そう。85歳男性かもしれらんやんな。普段家族とも会話しない息子が、そのアテヤさんだけには心を開いてるみたいなの。素直な息子だから騙されたりしていないか心配で。まあそうだよね。お願いです。チャットを直哉になって、アテヤさんがどんな方か調べてください。直哉の ID とパスワードならメモしてきました。最高やな、お母ちゃん。やるな。本気やな。疑われると困ると思うから、直哉の情報ももう少しお伝えしておきますね。はい。直哉は？危うまれの15歳っていうことは？どういうこと？ 青森出身ね。いつかまた行ってみたいと。趣味はゲームと寝ること。特技は記憶力がいいこと。私の記憶力ないからやばいかもしれない。好物ハンバーグやって子供っぽい子供じったんだね。いいね、かわいいね。好きな色は緑と白。長所は真面目なところで、短所は人見知りが激しいこと。自称自宅警備員。ダメだな。最後の一文がダメだな。なんてみんなに溢れ回ってるそうよ。いやね、こんな感じで大丈夫かしら。それじゃあ、アテヤさんの調査をお願いしますね。了解した。でも、やばいね。もう、ネットワーク入っていい？行きましょうか。はい、すまん、少年。アカウント借りるべ。もういきなり来たん。早くない？ログイン。直哉くん、ハロー。今日も元気かしら。可愛い女の子だね。確かに、思春期男子には、やばいね。あれ、今日って遠征のイベントに参加してくるから、会えるのは夜になるって言ってなかった？めっちゃイチャイチャしてんやん、直哉くん。そんなこと言ってたっけ？昨日アテナにそう言って思いっきり自慢したじゃない。あんなに楽しそうにしてたのに、なの。どうやら彼女がアテナで間違いないみたいだ。ねえねえ、ナオヤくん。今日はどれくらいここにいれるの？アテナ、ナオヤくんのお話もっと聞きたいな。こいつ自分のことをアテナって言うんだね。そういうタイプか。いや、悪くはないよ。昨日してくれた話を続きを聞かせてよ。私、ゲーセンにいた時のお話。ほんまにゲーセン行ってる？ナオヤくん。ごめん、むせました。すいません。多分サッカーだろ。あれおかしいな。違うでしょ。格闘ゲーム大会の話じゃない。最弱キャラを使ったのに、地方大会優勝したって持ってない？それ、直哉くん。めちゃめちゃモリモリにしてない？大丈夫かな？バレた？もうバレた？ねえ、直哉くん。ちょっと試すようで悪いけど、アテナからいくつか質問させてもらってもいいかな？はい。直哉くん、職業は何だっけ？自宅警備員です。自宅警備員ないよ。
直也くん自宅警備員なんだけど、あ、なるほど、警備員っていうことだから、セキュリティ会社の警備員で口座空いてるんかな。え、ああ、そうだったわね。自宅会社の警備員をしてるって言ってたわね。やめときなよ、直也くん。ダメだよ。じゃあ、第2問ね。あなたの好きな食べ物は何だったかしら。ハンバーグ。そうね、当たり。直也くんはハンバーグが好きだって言ってた。問題簡単すぎたかしら。いや、大丈夫。難しかった。すごい難しかった。じゃあ、最後の質問もいくわね。私がいつもあなたに聞いていることだわ。直也くん、私のこと好き？別に。別には遠回し好きやし、好きに決まってるならもう好きやし、大好きだぜ、マイハニー。くっさ、さすがにキャラ崩壊しすぎでしょ。冷静なコメント。違うの、ダイヤ君にはテリアだから好きなんて言わない。でも代わりに私のいいところを褒めてくれるの。何？あと、今ので確信したわ。どういうことでしょ、マオさん。ダイヤ君の館を作って何が目的なのよ。いや、お母さんが心配しとるけどね。早く。早く。わあ、ミネルヴァも元気？早く、直也くんから出てってよ！ガチ恋デジモンがいる、ここに。人間にガチ恋デジモンがいるね。あ、やべえな、究極隊ちゃん、あれ。ストライクロールの必殺技の究極隊デジモン。あ、デジタルスペースから。あ、やばい！アゴリミはまだ撃てない。回復しなきゃ。回復してくるの忘れたメモリアップ DX がある。もうメモリアップはあんまり意味ないけど。あぶな、忘れてたわ、回復するの。ありがとう、スカルグレム。ということでね、奥まで行くんですけど、ミネルヴァモンか、やべえな。ストライクロールっていう、属性なしの特大ダメージ打ってくる技だよな、確か。なんか使ってたから、なんとなく覚えてるわ。あ、でも、クダモンかわいい。クダモンかわいい。全体攻撃しといて。ほらほら、大ダメージやろ。大ダメージでもなかった。耐えられちゃった。全員、あ、やめて。ごめんね、なんか喉の調子悪い今日。なんかすごいガラガラだな、起きてもやばいね。起きたてだからかな。いつも起きたてなんだけど、今日は特に起きたてだから。起きたてジャパンだからやばいな。まあ、いっか。行きましょう。合ってんのかな、どっちがどっちだか覚えてないや。いや、でもミネルヴァもやばいよな、正直。当てる気があんまりせん。行き止まりだ、ここ。行き止まっちゅう。おかしいな、向こうからか。いや、でもミネルヴァもって、何属性だったっけ、ワクチン種だっけ、データ種じゃなかったっけ。ウイルス種だっけ、忘れちゃった。忘れちゃった。本当に。あんまりこれ乱数でね、耐えられるんですよね。レベル差。レベルかな、ちょっと低いもんな。レディデビモンだけ。レディデビモンだけちょっとレベル低いんだよね。この3人でね。レベル上げすぎてもなーって思ってね。あんまり鍛えてないんだけど。行きましょうか。あ、いるね、いるね、いるね。行きましょうか。やけど、どうしようって思ったけど、いたわ。行けるかな、行けるかな、大丈夫かな。不安だな。パーティーメンバー前回と変えてませんから。まあ、行けるでしょう。行きましょう。あなた、ここに来るってことは、さっき直也くんのアカウントを使ったやつね。はい。すいませんでした。直也くんかわいそう。あなたみたいな嘘をつく人間に勝手にアカウントを利用されてしまうなんて。いや、探偵なんでごめんなさいね。話を聞いてほしい。いやよ。あなたがやったこと直也くんが知ったら悲しむわ。私は直也くんの心を傷つけようとするあんたが嫌い。遅刻してんの。あんたと話すことなんてもうないわ。いいから出てってよ。直也くん、すから愛されてんだ、直也くん。みんな、行くよ。直也くんでも学校行けてないんだよ。お前は、ウイルス死じゃなかった、今。ヘミストライク重いな。ウイルス種だね、チェンジしましょう。パンジャー、モンザー、ラタガラモ、行くぜ。スリートップ行くぞ。行くぞ。ス
これめっちゃ強いんやって、やめてほしいな、もう。これ半減じゃなかったら、何、8割ぐらい持っていかれてたね。やばい、まだ。勝てるとは思うけど。うわぁ、でも結構ダメージ入んない。やべえな。3の方が、いや、でも威力的には標準拳の方がいい。標準拳2倍であれ、ヘビストーン、ヘビストーンしかない。もうヘビストーンが3や。もうじゃあもう君に引っ張っていったんだ。あ、やばいかもしれないな。これ、うちの子たちなんか全体技多いからな。110の魔法攻撃やろ。いや、もうこれしか打点取れるのないな。やばいな。ストライクロール来たらきついぞ。魔法スラッシュする全体やからちょっとやめてほしいけど。うちの子ヒール役が、そうやな、もうちょっと、パンチャも回復させよう、モンザイモンで。モンザイモンの、ラブリーアタック回復させて、ちょっと MP 消費でかいんよな、これ。でもバフもかけれるから、ストライクロールがこんかったら、やたからもうし、やたからもが死にかけてる。やばいな。レベルがやばい。レベル差がやばい。レベル差がやばい。でも、撃たねば死ぬ。バフかける場ないかもしれん、やたからも。でも半分削ってる、大丈夫。めちゃめちゃ苦戦してる。なんでか知らんけど、めっちゃ苦戦してる。じゃあ、やたからも回復して。ナイス、センキュー。アタックは助かる。ストライクロールやめて。ストライクロールやめてください。やめてください。それめっちゃ強いんです。やめてください。防御バフは、メンタルチャージはいいか。バフかけてるうちに殴ったかなね。172か。まあまあまあ入るね。やめてほしいな、連続、それは。やめた。オッケーオッケーオッケー。モンスターもかっこいいね。いい子だ。素早さ遅いね。お、スタン入るね、ナイス。スタン入る、マジででかい。できないよ、もうヘビストライクしとこう。スタン、もう一回スタン入ってほしかった。どうしよう、でも、モンザイモンが落ちるんが一番痛手やけん。カプセル C で回復しとこうか。これを使って。めったに使う機会のない C で回復しとこう。ガードブレイクフィールドね。まあまあ、まだいいわ。まだいいけど、多分これで。いや、一発圏内が入ってないはず。ならいける。ストライクロール圏内に入るんがまずいけど。いや、いけるね。パンジャモンもバフとデバフだとかトントンぐらいしな。オッケーオッケー、いけるいける。よしよしよし、いけた。思ったより苦戦した。やっぱ究極体はきついね。ちょっと舐めちゃったわ。よかった、倒せて。あーざーし、みんな。助かったよ。マジ危なかった。普通に。普通にやられるかと思った。なんで直也くんのフリーチャットしに来たの？チャットから人間のフリーチャーデジモンの私を追放するため？デジモンが人間と同じようにチャットしちゃダメなの？いや、いいよ。ごめんね。疑ってたんじゃないんだ。人間と仲良くしちゃダメだって言うと、そんなことはないんだ。お母さんがちょっと心配してただけなんだよ。あんたが来るまで誰にも危害を加えることもなかった。今日だって、ただ直也くんの話を聞いてあげたかっただけなのに。ごめん、ミネルヴァモン。ごめん。でも、高校1年生にさ、その姿はまずいと思うんだ、私。そうだったの。あんたは直也くんのお母さんから頼まれて、直也くんのふりをしてたね。そう、ちょっと直也くんの教育、いろんな教育に悪いと思うんだよ、その格好はさ、ミネルヴァモン。いろんなものが壊れちゃうと思うんだ。直也くんね、学校で友達をうまく付き合えなくて不登校になったの。それでチャットにのめり込むようになって、なった。あ、そう、勉強についていけなくなったんじゃなくって、やっぱ友達付き合いがちょっと難しかったんだね、高校は。で、そうだよね、場所にもよるけど、クラスとか一気に変わったら馴染めない時あるよね、私もそうだった時あるもん。そこで出会ったのがチャットに興味を持ってこのサイトに住み着いてほしい。他のキャラクターと同じ姿をして直也くんとおしゃべりしてたの。直也くん、だんだん家族ともうまく話せなくなっちゃって、それで不登校のことできつく当たられて、なおさら会話ができなくなったんだって。難しい年頃やもんな、高校生って。私にはいつも言ってたわ。本当は昔みたいに家族ともおしゃべりしたい。学校になって行きたい。みんなと仲良くしたいって。じゃあ、踏み出す勇気だね、あとは。直也くんのお母さん、直也くんのこと心配してるのね。
それならちょっと優しく接して話を聞いてあげてって伝えてくれる？わかった。直也くんきっと心を開いてくれると思うから、私も頑張ってって直也くんに伝えるから。ミネルヴァも好きなんだね。直也くんのこと。どうした？私のことチャットサイトから追い出したりしなくていいの？なんで？追い出す必要なくない？直也くんのことをよろしくね。うん、当たり前よ。うん。泣くな、ミネルヴァも。強気戦士だろ。あ、盾さん。アテナさんとお話はできたのかしら。できたけど、デジモンだったけど。いいよね。お母さん、息子さんの彼女さんがデジモンでも平気だよね。私は全然 OK です。そう。アテナさんにはいろんなことを話しているのね。それに私たち家族についても、あの子はそんなに悩んでいたなんて知らなかった。まあ、不登校には絶対原因があるんで、話をよく聞いてあげることが大事ですからね。息子は引きこもりになって、他の家のことは違うとか、早く学校に復帰してないと、なんて考えて。いや、逃げることも大事やと思う。無理に行ってね、心を苦しめて壊れてしまうよりかは、一度逃げてしまうのもありではないかと思う。でも、復帰する手助けをするのが、家族じゃねえな、なんて言ったらいいんだ。大事な人としての、役目はどう思う？その焦りが態度に出て、あの子をもっと悩ませてしまったのかもしれませんね。アテさん、あなたから見てアテヤさんってどういう方だったのかしら。ちょっとまだ高校1年生にはちょっと、まあ見た目があれでしたけれども、全然ね、いい人だと思います。そうね、話を聞いているととても優しい方みたい。ダイヤ君のことをとっても大事にしてた。あの子のことを大事に思ってくれる人がいてよかった。ナオヤを騙そうとしてるのって疑ってしまって悪かったと思うわ。いやでも、チャットってなるとちょっと不安になる気持ちはわかる。お母さんの気持ちもよくわかるよ。今日の夕飯ね、久しぶりにあの子の好きなハンバーグにしようと思うの。いいじゃん。家族でね、話し合う機会も大事だから。すぐに距離が近づくわけじゃないかもしれないけど、ゆっくりあの子の話を聞いてあげることから始めてみます。それが一番だよ。だってさ、あんたに依頼をお任せして本当によかったわ。ありがとうございました。いや、こちらこそ。これはちょっといいサブイベントでしたね。いいサブイベントだったけど、ミネルヴァモンは、男子高校生にはちょっと刺激が強いなぁ。刺激が強かったなぁ、男子高校生には。でもう一個のサブイベントも行っちゃいましょうか。ちょっと長くなるかなぁ。もう一個の方どんぐらいだったっけなぁ、はい。ありがとうございます。コーヒーに入れてください。コーヒーください。喉が痛いですけど、コーヒーをください。はい、最強ゲームはですね、グラップラーバキだって。バキは違うか。グラップラーバキですね。これ、自分の足で行くパターンですか？ブロードウェイ4階、中野 TRFAK。また4階行くの？私、さっき4階から降りてきたんだけど、私。そう、グラップラーバキですね。何がグラップラーバキなんでしょうね。バキしか呼んだことないけど、グラップラーバキ呼んだことないんやけど。にわかなんが露呈してしまった。ここですね。はい、トップグラップラー。確かネット上でも評判の高い通信対戦型格闘ゲームだったはず。ランキングの GL は今ログインしてるようだ。じゃあ戦ってみますか、GL と。まあ予想はつきますよね、グラップラーっていう。グラップってつくデジモン1体しかいませんからね。このゲーム上では。他におったら知らんけど。現状知る限り1体だけなんで、私は。その1体だと思っております。で、パンジャモン。あ、じゃあパンジャモンとはいい関係なんじゃない？パンジャモンとはソリが合いそう。もう見えちゃってるね。そう、グラップレオモンですね。パンジャモンとは相反するじゃねえな。シンカルート的には、分岐ですね。グラップに行くか、パンジャモンに行くかですね、レオモン。それ以外にもルートあるけど、久しぶりに来た、回復し。ちょっと回復して。Thank you! ちょっとパーティー変えていい？ダーリニッシュレベルやばい。レベルやばくなっちゃった。あ、でも、シンガーできるんじゃない？サイバードラゴンさ。あ、お前完全体だった？
お前完全体重にダメじゃんじゃん。おめえダメじゃん。ジャスティスもになっちゃうじゃん、もう。ジャスティスマッチやったっけ、これストライクドラゴンにしとくね、一応。ウィングドラゴンは一回見せたでしょ。エリモン育て中でしょ。この辺もレベル上げちゃうかなっていう。エアトラーもレベル上げ中でしょ。メタルフレームも青も概要文にしたいんだけど、だから育成中でしょ。ガルダモンはもう究極だ、余裕でいけるけど、待ちでしょ。進行、ストーリー進行も待ちでしょ。ウォードラモンはとか、この辺もまだか。どうしようかな。ハイアンドロモン31。まあ、ハイアンドロモンをアンドロモンでして、アンドロモン連れて行きましょうか。レベル1だけど。ちょっと不安が残るけど。キャノンビーモンを戦闘出してみようか。一回連れて行っただけでさ、別に戦闘参加はさせなかったんで。じゃあ、ピッコロモンとチェンジ。アンドロモンがワクチン種なので、アンジャモンは連れていくね。ヤタガラモンとチェンジしましょう。これで行きましょう。ちょっとレベル1なんか不安。あ、ちょっと確か経験値上げれるアイテムがあった気がする。ちょっとアンドロモンはね、デジモンストーリーじゃない、デジモンアドベンチャーってね、皆様のハートをわしつかみにした子たちなので、ちょっとレベル上がりすぎる。ゼロいい感じやね。僕使っていい？いいね、いいね、いいね。上手、上手。これぐらいならいいでしょ。これ行きましょう。バッキー。ウィギア世界だぜ。なんだ、あんたが次の相手か？それにしてもゲームキャラっぽくねえな。嘘やろ。後ろ見てみろ、後ろ。ゲームキャラっぽいやつしか連れてこんかった。まあ、相手なんて誰でもいい。強ければゲームのキャラでもデジモンでも何でもいいさ。さあ、ファイト。楽しませてくれよ。はい。じゃあ、よろしくお願いします。ほら、何種か忘れた。データ種だった今。いや、同じワクチン種か。ワクチン、ワクチンか。じゃあ、タオモン、トモン、ザイモン、チェンジ。で、パンジャモンは、まあ、一旦パンジャモンで行きましょうか。で、アンドロもですね、スパイラルソードっていう片手が、そうです、こういう風になって。いやー、かっこいいですね。あんま効いてねえな、ダメージ。ダメージ入ってないね。不思議だね。あれ？確かに痛いなー、それは痛い。それは痛い。ボンヘッセン！ボンヘッセン強いな。標準拳ですね。もうレオモン同士殴り合いですよ、こんなもん。効かねえ、スター入ってないっす。チェンジしよう。あ、でもあれが、アンドロモンかな。アンドロモンは、アンドロモンでいきましょう。アンドロモンありがとう、一瞬だけ活躍の場を与えたかったんだ、君に。忘れてたね。キャノンビーモンの使いたいんだけど、一瞬だけキャノンビーモン耐えれるかな。し、ワンチャンワンパンされるかもしれないけど。あー、獅子王破壊やね。あぶねー、でもスタン持ちだ、強えー。獅子王破壊、強いんだよね。無属性だったと思うのは、なんか余計強かったと思う。無属性が一番無難ダメだから、ニトロスティンガーですね、ひさたの、このカタパルトから。射出されらんのかい。めちゃめちゃ背中のカタパルトやと思って、下の長くない？いや、いけるか。ボンヘッセン！いいね、いいね、いいね。向かってるね、オッケー。アトランティックダンスとどめですね。はい、キャノンビーモンが展開出てきた、タイガーウェスパモンの、進化前ですね。そうだったわ、前回あれか。タイガーウェスパモンと戦ってはないんだって。地味剣か。地味剣だ、そうだ、前回地味剣だ。地味剣が嫌すぎて頭の片隅からも消え去っていたわ。ごめん、地味剣でしたね、前回。地味剣ぶっ飛ばしたんだけどな。友達守るために。はい。これ、とどめですね。ナイス、いいダメージ。やっぱ、属性ゲーだな、これ。結構難しいね。属性、あ、苦手属性だときついね、やっぱり。バイトレーティング5円。
2分の1か2倍かって言ってないもんね。テストキャン3だ。やった。助かる。ナイスアーチェリー2受けそう。こうやってね、完全体でやっと3が覚え出すんで、これを退けると、お前結構やるじゃねえか。このゲームにはもう俺より強いやつなんていないし、次の修行場を探そうと思ってたのかな。お前という強敵士が現れたなら話は別だ。ライバルって認められちゃった。さあ次はいつバトルする？明日か？明後日か？バトルジャンキーすぎ？お前。ん？お前はこのゲーム嫌いじゃない？探偵だと？はい。邪魔なんだよ、お前は。そうか、それなら探偵が出てくるゲームに取り込めば、お前みたいに強いデジモンとも戦え、たくさん戦えるんだな。いや、わからんよ。そうと影、どうだろう。さてはお前、探偵仲間が倒されるのが嫌なんだろう。案ずるな。少しの間修行させてもらうだけだ。そうと決まれば早速次の修行場を探すとしようが、探偵が出てくるゲームって何があるんだろうな。何があるんだろう。わかんない。知らない。レイトン教授、レイトン教授。はい、ということでね、倒しましたね。戻りましょう。思ったより、ストーリーも何もなかったな。もっとストーリーあると思ったんだけど、ストーリーなかった。ただグラップレオンを脅しに来ただけでした。まあいいでしょう。こういう時もあります。まあ、前半のね、依頼の方がしっかりしたね、いいストーリーでしたので、よしとしましょう。あれ？あれ？あれ？まだ終わってないんだ。嘘。で、LINE じゃなくて、LINE いっぱい来てるね。キーワードじゃなくて、プロフィールか。依頼人どこ？依頼人いた？あれ、依頼人どこだっけ？あれ？依頼人どこ？依頼人どこ？いた？さっき。さっきのとこいたかな？あ、いたわ。ごめん。ガン無視してた。ごめんね。あんた探偵さんだな。ここに来たってことはやっぱり GL のやつが消えたことに関係してるんだろう。なんだって GL はデジモンプログラム、グラップレオモンで GL ですね。なるほどな。ハッカーがゲームをハッキングして、チートのキャラでプレイしてやがったのか。いや、デジモンが修行の場にしてただけです。まあ、チートアローが消えて生成したぜ。ようやく、さっきようやく最強の座を取り持ってたし、解決ってことはいいんじゃねえの？ありがとな。あ、そうそう。今、トップグラップラーと同じくらい人気なゲームがあってさ。事件ファイル3、シークレットコードっていうゲーム。たくさんの探偵が入れ替わり推理をしていくんだけど、拳で解決していくかな、もしかして。最近、探偵キャラの顔が殴られたようにボコボコになってるらしいぜ。そんな推理ゲーム。マジ気持ち悪いよな。行っちゃったかー、そっちに。まあ、いっか。よし、始めましょう。オッケーオッケー。まさかその後ろにいると思ってなかった。見てなかった。見えてなかった。ごめん、遊ばせー。オッケー、ぬるかったね。グラップレオ。やっぱそらそうだよな。完全体と究極体相手じゃん。さ、格が死ぬよな。ミネルヴァも究極体だから強くて当然か。はい、オッケーでーす。コーヒー入れてちょうだい。じゃあ、今回はこの辺にして、次回、マユカの発端の新宿にまた一度行ってみたいと思います。そこでフラグを立ててきましょう。それでは今回はこの辺で終わりたいと思います。次回の動画でお会いしましょう。せい！バイバーイ。